皆さんこんにちは、ギタリストの吉住和弘です。令和元年明けましておめでとうございます。ねえ、皆さん令和ですよね。で、まあ私の方もですね、まあこちらの YouTube チャンネルの方もですね、まあずっとギターのことについてかなりお話をしてきましたんで、ちょっとうちのギター教室、まあギター教室というか、まあ、教室の名前にですね、まあスペイン語っていうのが入ってますので、ちょっとで、ね、まあ2、3本、スペイン語をね、紹介する、ビデオをね、ちょっとね、令和明けましたのでね、なんかちょっと、趣向を変えて皆さんにね、ご紹介したいなと思いまして、ビデオを回しております。はい。でですね、まあ、スペイン語ビデオのですね、まあ、スペイン語動画ですか、第1弾なんですけども、こうね、今日ギターを手に持ってますので、まあ、もちろんちょっとね、ギターのこういろんなこう場所のことをですね、スペイン語で何て言うのかというのをちょっとご紹介をね、したいと思うんですけども、一つだけ、まあ、一応スペイン語も割とちゃんと私教えてますので、一つだけ文法事項をね、説明させていただいて、それからまあちょっと各場所のね、説明をしていきたいと思います。はい、では皆さんちょっとねスペイン語の文法一つだけちょっとねお話しさせてください。定冠詞って覚えてらっしゃいますかね。はい、スペイン語にはですね物の名前にすべてですねちょっと英語と違うところなんですけども、男性と女性っていうふうにですね区別がございます。はい、で、あともう一つですね、その目の前にあるものが一つなのか、二つ以上なのか、ね。ですので、四つの区分があるんですね。男性の名詞で一つなのか、もしくは男性の名詞で二つ以上あるのか、もしくは女性の名詞で一つなのか、女性の名詞で二つ以上あるのか。ということで、常にですね、この四つの、要素を気にしながら、こう、割とお話をしてるんですね。まあ、ちょっとめんどくさいっちゃめんどくさいんですけども、まあ、そのね、四つの区分があるおかげで、詩なんかは非常に優美で、綺麗な詩がね、書けたりとかするわけなんですけども、まあ、そのギターの部分もね、やっぱり例外なく、すべての部品に、男性か女性かという、ちゃんと区別がございまして、で、場合によっては複数ありますので、複数でお話をしてということになります。ですので、まあ、今回ね、ちょっとその、各部品を、部分をですね、紹介するにあたって、定冠詞をつけて、正式なスペイン語ですね、定冠詞をつけて紹介しますので、はい。ちょっとそこだけ最初にお話をしておきたいと思います。はい、ここにねちょっと表を出したいと思います。はい、よろしいでしょうか。はいね、まあ、英語がねある程度分かってらっしゃる方だったらば、あ、何これ、スペイン語って定冠詞4つあるのみたいにねちょっと思われるかもしれませんけども、スペイン語はですね、その物の名前の前にこの定冠詞というものをもちろんね英語と同じような感覚でつけるんですけども、その名詞が男性か女性か、もしくはそれが一つなのか、それに、まあ、二つ以上なのかということでですね、四つのこの定冠詞を、使い分けて、きますね。はい。で、まあ、詳しく説明してしまうと、ちょっとこれまた長くなってしまいますので、まずざっとね、発音だけ紹介しますよ。ね。はい。男性の、単数の名詞の前につける定冠詞は、こういうふうに発音します。L。L というふうに言います。はい。複数になります。男性の複数になりますと、los。los となりますね。はい。で、女性名詞の前につく定冠詞は、la。la というふうに言います。で、女性の複数になりますと、las。las というふうになりますね。はい。4つ、ね。おのおの早く発音していきますと、L、ロス、ラ、ラスというふうになります。よろしいでしょうか。はい。ではですね、まあ、その定冠詞が分かったのかな。ご紹介したところで、まあ、これからそのギターの、ね、各部分の名称を、まあ、日本語とあとまあスペイン語でお話していくわけなんですけども、スペイン語で紹介するときには、必ずこの、定冠詞をつけてお話しします。はい。ですので、まあ、本当にね、今ひょっとしたらリアルタイムで、大学でね、大学等で、第二外国語やなんかでスペイン語を勉強してらっしゃる、まあ、趣味でスペイン語を勉強してらっしゃるという方は、もうこの通り、定冠詞をつけてね、発音する練習をして、
覚えるようにしてみてください。ね、そうでないとね、ちょっと現場で本当に会話をしましょうっていう時に、え、あれ、男性名詞だったっけ、女性名詞だったっけとかね、やっぱり言い慣れてないと出ないもんですよ。ね、ですので、こう、辞書の虫になることも大事なんですけども、単語を覚える際にですね、必ず、定冠詞をつけて発音して、覚えるようにしましょう。ね、こう、ドドンとこう出ましたか。ね、はい、ここにちょっとこう出てますね。はい、スペイン語を勉強する方は必ず定冠詞をつけて覚えるようにしましょう。はい。